をするような一家なんです。あれはそれが日本人だっつってるんですよ。そういうことをコマーシャルの中やさまざまな場所で行ってきた。私はウィルという雑誌でそのことを暴露してきた。あのウィルでさえも1ヶ月待ってくれって言いました。私に原稿を伸ばさせてくれ、そんなもんでいいんですかって言ったら翌月出ました。実際問題こういうことがあるんです。つまり雑誌やテレビやそういうものは電通やテレビ局の力によって特に電通です。雑誌にコマーシャルを取るためにそういうことを聞かざるを得ない。日本の民放のテレビ局の夜7時から11時までのいわゆるゴールデンタイム、日テレもフジテレビも TBS もテレビ朝日もテレビ東京もこのゴールデンタイムは全て電通が番組枠を抑えて、電通の言うことを聞かなければトヨタ自動車やパナソニックでさえ好きなところに番組のコマーシャルを打てない。こういった独占状態が今日本のマスメディアに起きている。その独占状態を握っている電通やテレビ局が韓国や中国の出先として成り下がっている。そして NHK、 皆さん尖閣諸島を取ろうとしている中国の国営放送局、中国中央電視台 CCTV の日本支局はどこにあると思いますか？あの渋谷の NHK 放送センターのビルの中に堂々と NHK が置いているんだ。中国の放送局が単なる放送局だけではなくスパイ情報組織であるということは皆さんもご存知だと思います。公然の秘密です。その公然の秘密組織を中国中央電視台の日本支局をスパイ情報組織を NHK は NHK 放送センタービルの中に設置してこれを是としている。これが今の日本のマスメディアの状況であります。凄まじいと思いませんか？皆さん、皆さんに知らされる情報がいかに歪められいかに本当のことを伝えていないか。私たちは先日19日尖閣諸島魚釣島に上陸をいたしました。頑張る日本全国行動委員会浜丸会長を先頭に現実には10名の私を最初に私は飛び込みましたけれども、頑張る日本全国行動委員会は会場慰霊祭と同時にそれが終了と同時に私は海に飛び込みまして、続いて地方議員の皆さん5名、その他の皆さん合わせまして10名が魚釣島に上陸いたしました。すさまじい漂着ごみの山でございました。政府は静穏で安定的な維持を目指すから私たちに上陸許可を許しませんでしたが、何もしないことは現状維持ではありません。猛烈な中国大陸から来た漂着ごみ、そして臭い匂い、そして生々しい多くのヤギの糞、こういったものが堆積物となって魚釣島を怪我しておりました。ヤギの糞は糞だけではありません。この糞が大量に海の中に流れ込み、アンモニアやメタンやこういったものがあの美しい尖閣諸島の群青の海を海洋汚染させるわけであります。無為無策、中共を恐れて何もしないことが尖閣諸島のとりわけ250人も住んでいた魚釣島を
瀕死の状態にさせてしまった。私たちの映像は、その上陸映像は昨日夜遅くではありますが、インターネットの YouTube ニコニコ動画にチャンネル桜の項目の中にアップをしております。どこもこの何十年、毎年数千億の売り上げをやるテレビ局はゴロゴロいますが、私たちのような皆さんのカンパだけで運営されている放送媒体、それですら私たちは上陸し、私も社長をしておりますが、私自身も真っ先に飛び込んで撮影をいたしました。この貴重な映像を約1時間少し東京都にも渡します。そして国にも渡そうと思ってます。なぜこんな、ここまで魚釣島を破壊するような環境汚染、島をめちゃくちゃにしてくれたか、政治的な腰抜け、ぶり同時にそれ以上に島をここまで破壊してくれたこの野田政権に対して、私は心底怒りを感じました。本当に許せない。250人余りの尖閣諸島に住まれた先祖たちが、そして米軍の爆撃にさらされて海に沈められ、溺れて死んでいった尖閣諸島の住民たち、苦しい生活の中で鰹節工場を経営し、あの東シナ海の果ての中にまるで先森の島として、南シナ海の孤立をした島の中に生きて暮らして生活をしていた先祖のことを思うと、なんという情けない腰抜けの卑劣な野田民主党内閣であるか。私はあの魚釣島の灯台の下のところに立ったとき、ゴミの匂いが時々してくる、こういった中で本当に悔しい思いがいたしました。島が泣いています。そして救いを求めている、どうか日本人の皆さん、島を救ってください。尖閣の海を救ってください。魚釣島の自然破壊をここまでにして止めてください。皆さんにはそれができる。私たちが何よりも尖閣諸島に上陸して感じたことはそのことであります。日頃自然を守れ、自然を守れ、左翼諸君、民主党支持の原発反対の人たちも結構です、魚釣島の自然を守れと一人残らず叫んでもらいたい。これは左とか右のイデオロギーではありません。先祖から受け継いだ我が国の尖閣諸島の環境、自然を守る、これは全ての国民に求められる責任と義務であります。だから私たちは先日尖閣諸島に上陸したわけであります。別に右翼的な、そんな政治的な意図はない。何よりも私たちの国の先祖が守り育てたこの島を腰抜け政府が守らなければ、日本国民の手で守らなければならない、そういった思いの中で私たちは尖閣諸島に上陸したわけであります。だから一人残らず地方議員の皆さんも、私が最初に飛び込んだわけでございますけれども、何の気負いもなかった、やらなければならないことをやる、できることをできる者がやる、必ずやる、できるまでやる、そういった思いで10人の上陸した皆さんは共に私も含めて上陸し、そしてあの灯台の鉄塔に3メートルの日の丸を掲げ、私たちの仲間の一人、
伊藤元海上自衛官特殊部隊の方ですけれども、この方は夜の闇を350メートル尖閣の山を登り、山中を這い上がり、彼は300数十メートルの絶壁に日本の旗を吊るすことに成功いたしました。誠に日本の特殊部隊レンジャー部隊員の頼もしさ、そして心意気、政府が腰抜けで守らなくても日本国民は絶対に尖閣諸島を守り抜く。シナ人の手には指一本、魚釣島の土の人影らすら奪われることはない。そういった決意のもとに私たちは上陸をいたしました。